古文の問題で恋愛の話の分野が出たら、うん、読解がとても下がります、うんうん、それ以外は恋愛の話が特に苦手とかっていう話じゃなくて、その現代と感覚がというか、そのルールが違うというか。武田塾チャンネル。もう12月か、年末か、うん、ね、最後の追い込みの時間ですね。もう、はい、みんな焦ってますね、うん、はい、だもね、最後だからこそ後悔ないようにね、はい、しっかりやりきって、はい、もう完全燃焼して受験を終わらせてほしいですよね。そうですね、僕もここから逆転したんで、うん、まだみんな諦めなよ、はい、そうですね、はい、ぜひ。でもしね、最後何やるか悩んでるようであれば、うん、ぜひ相談してもらえようと思いますので、はい、そんな受験生の相談に、答えるこの番組は、はい、受験相談 SOS。 皆先生、はい、今回の質問なんですか。はい、今回の質問は、うん、古文の問題で恋愛の話の分野が出たら、うん、読解がとても下がります、うんうん、それ以外は割と読めるのですが、うん、予備知識を入れるのは得策でしょうか。うん、これは割とあるね、うん、はい、実際なんかこういう話、なんかよく広い範疇で古文常識っていう話になってくるかと思うんだけど、ね、恋愛の話が特に苦手とかっていう話じゃなくて、その現代と感覚がというか、そのルールが違うというかものって結構やっぱ難しいと思うんですよ。恋愛とか結婚って結構その当時と今で全然違うし、同じようなものだと例えば宗教とかさ、うん、なんだろう、夜とかね、部分とかも結構当時と世界観違うみたいなのが結構あったりして、この古文分かんないなみたいな話がよく結構よくあったりするんですけど、なんか古文苦手な子って結構読み方分かんないっていうのと、なんかこう世界観分かんないみたいな、この2つがよく多いかなと思う。そうですね、なんか全然頭に入ってこないっていう子がいますね。いや、例えばその通い婚だったりさ通い婚、はい、そう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 、なんか奥さんの実家の方財力が結構大事だったりみたいなのもあったりとか、この辺の予備知識やっぱちゃんと入れといた方がいいですかね、うん、なんかそのああその話ねみたいな、こう分かるようにしてるとか絶対読みやすいとは思うんですよ。そうですよね、うん、なのでまあ基本的にやっぱまずはその古文常識みたいな本を入れるのと、やっぱそのいろんな問題解くこと、これでやっぱその基礎知識というか、まあ知っとかないと結構辛いよねみたいなのを入れておいた方がいいかなと思うんですよね。で、その時に大事なのがやっぱその今と当時は違うっていう前提でやっぱ読まなきゃいけなくて、その当時の世界観だとどうだったのかっていう発想でやっぱ考えなきゃいけないかなっていう、なんかよくやっぱその国語とかその文章読む時ってなんか自分だったらって読んじゃう人結構いるじゃないですか。そうですね、自分に当てて読んじゃう、うん、そうそう、ありますね。だけどそのほら今の人たちは1000年後とか、ね、もっと後の話だったりするわけだから、やっぱその違うわけじゃないですか、全然価値観も考え方も。だからやっぱ予備知識は入れておいた方がいいかなと、うん、だからまあ参考書として例えばマドンナ古文常識だったりとかっていうものを1個読んどいてとかっていうふうにやって、まあ、入れとくと読みやすいんじゃないかな、まあ、恋愛関連の分野だったら恋愛系のまあ問題とかを実際解いてみて、まあ、それの解説とか読んでその知識入れとくっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。はいはい、話の終わりです。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら、登録をお願いします。